IKEA から届いたものです。なんとね、このサイズ2箱で500円で配送してくれました。今小物配送をサービス料込みで500円でやってくれるっていうキャンペーン中だったので、それに便乗していろいろ注文してしまいました。なのでこれから中身を紹介していきたいと思います。はい。で、なんか箱が大きい割には入ってる量が割と少ないんですけど、頼んだものをちょっと軽く紹介すると、これはベッドのプロテクターですね。あのシーツとマットレスの間に挟んで使うやつです。で、これがドバーラ、布団にかぶせるだけのゴムとかが入っていないシーツで、物撮りする時とかに使えるかなと思って買ったんですけど、かなり大きいですね。もうちょっとちっちゃくてもよかったんですけど、これは多分普通にシングル用サイズの、シーツですね。で、これ、こちらのろうそくも買いました。はい、この2つはスクップシリーズで、これは押し入れとかに吊り下げて使うタイプのやつです。で、これが布団とかね、収納するためのものです。大中小の中サイズ買ったと思います。はい。で、小物はね、割と寝具とか押し入れ収納のために買ったんですけど、この下のね、大きい箱があるんですよ。この箱は何を買ったかっていうと、はい、IKEA 安定のイラストで頑張って読み解いてください系の説明書ですね。完成しました。このような感じですね。でね、この蓋が開くようになってるんですよ。ここを引っ掛けて蓋を閉じているだけなので、ここはもうパカパカ開閉できるようになってます。で、中にね、ちょっとすごい入れ方がすごいんだけど、このぬいぐるみたちを置いております。シェリーミーちゃんとジェラトーニですね。で、この電球をね、昔 IKEA で買ったんですよ。なんかもともとは星の照明に入れるみたいな説明がやばいな。紙でできた星のやつの中にこれを入れて間接照明にするっていう感じの目的で買ったんですけど、この中に入れてこの蓋を閉じ、バチッとつけると、こう簡単なね、間接照明ができましたっていう感じですね。ちょっとね、そのぬいぐるみと一緒に LED なんですけど電気を入れてるので、なんかそういうのよくわかんないんですけど、危ないのかな。想像していたよりも結構容量入りそうな感じです。なんかお試しで買ってみたので1個しか注文してないんですけど、もうちょっと注文すればよかったなっていうくらいにはめっちゃ使えますね、これ。書かれたやつ、めっちゃ可愛い。はい、開きますね。じゃらーん、どうですか？ろうそくです。めっちゃ可愛い。なんか結構韓国インテリアでこの形のものをよく見ていて、ずっと欲しいなと思ってたんですけど、どこに売ってるか分かんなかったんですよ。そしたらなんかインスタでこちらを作ってる日本の方がいらっしゃったので注文してみました。すごい可愛い。
気に入りです。分かって置いとくだけでも可愛いみたいな。なんなん最近エアポッド使いました。アンボクシング動画でした。